おはようございます。奈良市議会議員の小泉一馬です。昨日ね、奈良市役所から議会の説明があって、小泉一馬がちょっとそれ待てよってよく考えた方がいいよって言ったことがありまして、それは何かっていうと、プールをね、畳みたい。市営プールですよ。でね、3つ畳みたいっていう名前が具体的に出てきましてね、小泉一馬、もう資料1ページ見た時からもうトンタン分かっちゃったんですが、案の定3つのうち2つはね、合併した地域、つまり山手中山間地のねプールをこの際潰したい、いいなっていうことなんですけど、良くないよって小泉一馬は申し上げました。これはどういうことかっていうとね、まあそれはね、人口とかね、それから利用率とかね、そういう従来の尺度で測ればね、その山手の方も人がいないんだから、あんまり使われてねえじゃねえか、それじゃあこんなものいらねえなって、そういう話になっちゃうのは分かりますよ。その前に、プールはなんで畳まなきゃいけないかって言うと、やっぱり人口減少ですよね、右肩下がりなんで、財政もシュリンクしていく、税源がね、なくなっていく、その中で、身の丈に合った、市政運営にしていかなきゃいけない。だからプールはね、畳まなきゃいけない。それはね、小泉一馬賛成ですよ。中核市見るとね、長野市はプールを持ってる数量というのは結構ねトップクラスで多いんで、それ自体はいいことだったんだけど、これからの世の中じゃあ多すぎるねっていう話も理解します。理解するけれども、じゃあね、機械的に判断して、まあ山手の方からなくせばいいべみたいな判断でいいのかってことで、山手の方って言ったって、山手の方はもともとねプールほとんどないんだから、なくしちゃうとね、もうその半径何キロって方々はね、プールが行けねえじゃんねって、どうすんだよってことなんですよ。で、プールって言えばレジャーでチャプチャプ水遊びだけじゃなくて、今やねリハビリにも使われますよ、その水の中歩く訓練で。で、介護予防なんかにもね取り入れたりしてるじゃないですか。で、そういったものをね、じゃあお年寄りの多いところから奪っちゃっていいんだろうかっていうのが小泉の率直な疑問で、山手の方はね、学校もなくなり、保育所もなくなり、今度はプールかよ、もう嫌になっちゃったなとかね、そういう風にならなきゃいいけどなと小泉一馬本当に思いますよね。もうこんなところで生きててもしょうがねえから、下の方に下るじゃねえか、平らのところに行くじゃねえか、中山間地の集落なんてあれだっていいじゃねえかっていう議論にマインドになってっちゃうのがね、小泉一馬本当に心配です。で、長野市っていうのは、ね、皆さんご存知の通り、全国からね、長野県も含めて評価されてますよ。定住移住の対象として評価されてますよね。観光としてももちろん評価されている。それは何かって言えば、豊かな自然、山があってせせらぎがあってねって、そういう世界じゃないですか。で、田舎がね、だけどなくなってっちゃう、田舎の集落か中山間地が疲弊していく、荒れていく、長野市のイメージどうなっちゃうんだろうかって、そこ心配ですよね。で、そこで U ターン、I ターン持っていた部分もあるのに、じゃあそのね戦略的な美点もなくなっていってしまう。短期的なマインドで、ね、目先のことだけ考えて、じゃあここは利用は少ないか潰しちゃえって、それでいいのかと。戦略的に考えて山手の生活を残していかなきゃいけない。長期的に戦略的に考える、かっこいい長野市にしていくべきじゃないか。はね、やっぱり山手だけの話じゃないですよ。山手が冷えすればね、長野市ってあんまり魅力ないね。昔はオリンピックやったんだって、へえ、そう、全国知事の御会長の時だけ行きゃいいやね、そんな風になっちゃったら困るんじゃねえですかっていうお話です。加藤市長も中山間地大事にしていくっていう話なんだから、ガツンと元気玉ドーンとねやっていただきたいと思いますね。まあ騒動反対、騒動賛成、格の反対の議論ではあるけれどもね、小泉一馬山手から潰していくって、そういうマインドはやめていただきたい、言わせていただきました。今日の街頭演説、今日はね、なんかあれですって、台風も来るかもしれないってことでね、だから昨日見たら長野市も100ミリぐらい降るんじゃねえかなって書いてある。どうしようって、もうそういう害とかね、災害、被害、水害なければいいなと思っています。皆様もねお気をつけください。にゃっ。